で、ここにちょっと見にくい。こっちから行こう。紙袋が一つついてます。こんな感じです。で、スリッパがこんな感じのやつと、ちっちゃいやつです。はい。で、ここが何ドレッサー、うん、ここがドレッサーです。ここに鏡にもミッキーとミニーがいます。そしてカーペット、カーペットはこんな感じでミッキーになってます。足跡とかこんな感じです。で、ここがバスルームとトイレになってて、ここがトイレで壁がこんな感じになってます。で、トイレはこんな感じです。で、壁が隠れミッキーみたいな感じになってます。ここ自動じゃないよね。で、ここが洗面台です。で、こんな感じのアメニティがついてて、中にとかがついてます。で、ミッキールームなのでミッキーのアメニティと、あとシャンプーとか歯ブラシとか、あと今日はこんな感じの部屋に決まってるのでこういうのがついてます。で、あとコップ、シャンプー、はい。で、こっちがバスルームになっててこんな感じのお風呂です。ミラコスタよりはちょっと狭い感じなんだけど、お風呂とトイレは分かれてる感じです。で、ここにもミッキーの壁です。はい。で、ここがバーとかで、ベッドルームです。はい、ここがベッドルームです。で、ミッキーのベッドが2つと、今日3人部屋なので後でベッドをここ作ってもらう感じで、こんな感じのソファとかベッドとかはこういう感じです。で、あそこになんかわかんない、このソファーはこんな感じです。今はソファーなんですけどベッドになるみたいです。はい。で、これかわいいな、ミッキーの手のライト。そして椅子で、ここが今カーテン、今カーテンが閉まってるんですけど、開けてみるとこんな感じの景色、なんか家でも、うん、今日は雨、外は出れないみたいです。はい、景色はこんな感じです。あんまり景色は良くないね。はい、ということでこんな感じで今日はルームツアーをやってみました。今日はアンバサダーホテルのミッキールームとミニールームの部屋なので、ラウンジとかカクテルを無料で飲めたりとか、明日朝食がついていたりするので、これからラウンジに行ってカクテルとか飲み物を飲んでいきたいと思います。はい、ということでぜひ皆さんお泊まりに来てください。それでは行ってきます。バイバイ